オットマール・フォン・モールオットマール・フォン・モールは、ドイツの外交官であり、日本の政府顧問である。1846年、ローベルト・フォン・モールの息子として生まれる。フォン・モールは、チュービンゲン大学で法学を勉強し、1868年に、バーデン大公国の第一次国家試験を合格し、同年ハイデルベルク大学で法学博士号を取得した。 1873年に、ドイツ帝国の皇后、アウグスタの秘書に任命される。その後、中心シナキー、中サンクトペテルブルクのドイツ帝国領事を歴任する。1887年から1889年にかけて、妻のワンダフォンモールと共に、東京の宮内省の顧問になり、ヨーロッパの宮廷儀式を導入した。一方で、単純な洋風化には批判的で、 ハンガリーやロシアに習い民族衣装の保護などを主張したが、王風化政策を施行していた伊藤博文以下、明治政府の首脳とは対立することもあった。1897年から1917年まで、カイロのエジプト国家債務委員会にドイツ代表者として任務を果たしたが、1914年にエジプトの宣戦線布告によって中断を余儀なくされた。ありがとうございます。